じゃじゃん、ペースメーカー、こちらです。この小さな機材1台で DJ できてしまうという、なんと Amazon 限定ですが19,800円になってるんです。これ高くて買えなかったからさ、この19,800円でほんと信じられない値段に下がってますよ。じゃあすでにアンプ繋がってますんで、使い方の説明です。曲の選択がね、 iPod とそっくりなの。くる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 。楽曲の転送は USB 経由でパソコンから、このユーティリティソフトを使って簡単にできちゃいますよ。チャンネルがこちらで切り替わります。フェーダーここですね。エフェクト、ハイカットフィルター、ローカットフィルター、リバーブ、エコー、ロール、もちろんね、基本的なところでイコライザーなんかもありますね。高音域、中音域、そして低音。ループなんかも簡単にできちゃいます。まずスタートポイントセットしますね。エンド。はい。で逆再生。BPM の変更はここで、で2チャンネル目 で今 BPM140 ですね。1チャンネルの方は136。これを一発で合わせる方法もあって、ドン合いました。合ってるでしょ。最近は iPhone や iPad でも DJ ソフトありますけど、ここ出力が一つしかないっすよ。どうすんだよこれ。モニターヘッドホン、セパレーター使うとかいろいろ手はあるけど、そんなことしなくてもこれ DJ 専用機だから、出力とモニターは別です。これヘッドホン、そしてこっちが出力で、これは電源。充電しておけばバッテリーで動くんですよ。行き帰りの電車の中で練習できちゃうんだから。まあ別に僕はクラブの DJ とかやんないですけど、知ってる曲とか自分の曲とかここに突っ込んでリミックスするだけで、なんかね、夜中、昨日の夜中とかね、ずーっとこれやって、夜中の3時ぐらいまで起きてたりしたんですよ。いやーほんと、こんな小さいものでね、よくできますね。ポケット DJ システム、ペースメーカーでした。